ダリオ・サリッチは、クロアチア出身のプロバスケットボール選手。NBA のフェニックス・サンズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。身長208センチメートル、体重104キログラム。シベニク出身。2009年に KK、ズリニエバツに加入し、プロデビュー。2010年 KK ・トゥブラバ。2011年、KK ・ザングレブ。2012年には KK。 シボナに移籍した。2013年の NBA ドラフトにエントリーし、オーランドマジックから一巡目12位で指名され、その後フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに交渉権が移動した。2016年7月14日、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズと契約。NBA1 年目の2016から17シーズンは、チーム最多の81試合に出場し、 平均12.8得点6.3リバウンドの高成績を記録した。2018年11月、ジミー・バトラー絡みの大型トレードにより、ミネソタティン・バウルブズに移籍した。2019年のドラフト直前に、ドラフト指名権とのトレードで、フェニックス・サンズに移籍した。2010年、U-16 欧州選手権において1試合平均24.3得点。 11.5リバウンド、5.8アシストを記録。決勝のリトアニア戦では、トリプルダブルを記録して、金メダル獲得に貢献し、満場一致で、同大会 MVP に選出された。2011年、17歳で U-19 世界選手権に出場し、出場選手中4位の18.1得点、同3位の10.1リバウンドを記録した。2012年、 U-18 欧州選手権選手権では1試合平均25.6得点、10.1リバウンドを記録。決勝のリトアニア戦では39得点を挙げて、金メダル獲得に貢献し、MVP に選ばれた。2013年、U-19 世界選手権で1試合平均20.3得点、11.2リバウンド、4.9アシストの活躍を見せチームは8位。 自身は大会ベスト5に選ばれた。同年9月にはフィバ欧州選手権のクロアチア代表にも選ばれ、チームは4位だった。2016年のリオデジャネイロオリンピックではグループリーグの対スペイン戦で72から70で迎えた第4クォーター残り数秒の場面で逆転のレイアップシュートを狙ったパウガソルの背後から値千金のブロックショットを決め勝利をもたらした。 2011年、2012年と2年連続で19歳以下のアメリカ選抜対世界選抜の試合、ナイキフループサミットに選抜されている。2011年度は7得点、6リバウンド。2012年度は13得点、14リバウンドの活躍で世界選抜チームを勝利に導いた。あらゆる面で平均以上のアジリティを持つ SF、PF、3P が得意で、 シューターを兼任することもできる。また、フリースローがうまくファールをもらいやすいプレーをすることが多い。ありがとうございます。